こんにちは、ギンです。今日はモンスターハンターワールドをします。今日はモンスターハンター。ギンくん、モンスターハンターだけどワールドじゃないんだ今日は。え、今日はね、ライズ。ライズって何？今ギンくんモンスターハンターワールド、アイスボーンやってるよね。うん。今度ね、スイッチでね、モンスターハンターのライズっていう新しいのが出るんだって。バルバラって僕知ってんだよね。バルバロね。銀くんが知ってるモンスターはライズに出てくるのかな。なんかね、これ体験版だから、最初の方しかできないと思うけど、ちょっとどんなゲームなのかやってみようか。今ね、ママも一緒に銀と毎日モンハンやってます。ママね、置いていったかも。そう、ママ置いていかれたの。銀くんだけアイスボーンに行っちゃってね。ママはまだワールドの終わりの方をやってます。これちょっと操作違うかもしれないから、ちょっととりあえず動かしてみよう。銀くん、やってみよう。せーの、ガッサン。はい。あー、ママもワクワクしてます。あー、オーマイガー。あー。30クエストもできるの、デモ版で。あ、やば。あー、ママー。絵とかいいの？うん、一人で遊ぶ、みんなで遊ぶ。一人？うん、一人。これ？おお。何これ？え、もういきなりクエストなの？おさいづちを討伐せよ。狩りの基礎を学ぼう。これから行ってみようか。基礎訓練。ね、モンスター。あ、モンスターに乗ったりするやつかな。まずその上のやつやってみよう、銀くん。これ？うん。頑張って。これ武器選べる。ほんとだ。で、どれがいい？どれがいいかな。これ、まだ。うわ、かっこいい。最初からこんなの使えるので、これが、これでいい？体験だよ、それ。体験、大きい剣のやつ。いいよ、重いやつ。体験ね、めっちゃ大好き。はい、いきなりクエストに行っちゃう。うわ、かっけえ。はぁ、いいよ。お、我がマナ弟子よ。俺が用意したクエストを受けてくれたんだね。さあ、まずはこっちに来てくれ。この人が教官だって。で、いろいろ操作を多分教えてくれる。お、あ、これが、これがあの攻撃だ。お、ため。あ、一緒だね、ボタン。え、ちょっと違う、キャンプか。ちょっと違う。うん。あ、キャンプね。なんかじゃね。ちょっとじゃあ、その写し教官に喋りかけてみよう。待っていたよ。ハンター就任おめでとう。いよいよ狩猟生活の始まりだね。あ、ねえねえ、待っていたよって言ってたね。しかし、ここであえて狩猟の基礎をおさらいしておこう。まずは俺たちがいるこのキャンプの説明をしよう。ここはテント、装備や武器の種類を変更したり、アイテムの整理ができるよ。デモ版ではできることに一部制限があります。これまだ体験版だからね。あそこにあるのが支給品ボックスだ。狩りに役立つアイテムが入っているよ。ねえ、同じだよ、色。一緒だね。ギルドからハンターに支給された品だから、自由に持って行って構わないからね。え？俺は先に崖の下の河原で待っているよ。もし行き先がわからなくなったら、マップにあるアイコンを頼りに進むんだ。画面の左下にマップがあるらしい。お、あ、かっこよかった。同じかな、操作は。あ、始めよう。俺は岩の上にいるぞ。なんて言って、こっちだ、マナ弟子。銀君の先生だよ。ここでは狩猟に欠かせないかけり虫を使った移動をおさらいしておこう。あれじゃない、ピュンって飛ぶやつだな。かけり虫を使いこなせば、こんな岩の上だってあっという間に移動できるんだ。さあ、挑戦してみよう。さまざまなアクションを行うことができます。いい？うん。使っても時間経過で回復するんだって。だからこのマークがついてるときはその技が使えるんだね。だからクラッチクローのやり方で多分プシューンって飛べるから、あ、これ銀くんすぐできるかも。お、お、できた。難しかったかな。すぐできるね、銀くん。これさあ、次は狩猟の頼れる仲間、お供との連携を確認するぞ。ワードみたいな猫でしょ。あれ猫かな。今度のお供は誰かな。ワッ
ちゃんかな。おお、あ、来た、かわいい。ねえ、こっち見て。かっこいいんだけど。今日は俺の相棒であるお供アイルーとお供ガルクの伝光と雷号が来てくれたんだ。まずはお供ガルクの雷号に乗ってみようって。ガルク、向こうで待ってるから追いかけておいで。お供ガルクの近くで A ボタンを長く押す。ガー、乗ったまま攻撃とかもできるんだ。回復のドリンク飲みながら移動したりできるって、うん、いい最高じゃんね。うん、さあやってみよう。長押ししてみて。かわいい。A ボタン長押し。いいか、頼む。おー、乗った。あ、動かすんだ。そうそう、動かすんだよ。うー、かっこいい。やっぱ早いね。パン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 。え、 R と L でダッシュ。 R と L。 おおお、はいはいはい。あいた、いた、いたね。待っていたよ。見てくれ、マナ弟子、キヒトダマドリがいるぞ。こいつはキヒトダマドリだからスタミナを上げてくれるね。他の色のヒトダマドリなら別のステータスを上げてくれる。あ、色によって違うんだ。はいよー、はいよー。あ、そうやって取るんだ。モンスターの気配が近いね。はい、準備ができたらついてきてくれ。いよいよ狩猟開始だ。いやー、マナ弟子、水地の群れ3頭すべて討伐しよう。さあ頑張れ、銀くん。え、誰これ。ね、ジャグラスみたい。ジャグラスみたいだね。え、なんかキャーキャー言ってる。うんうん、やー、クリアー。あー、あ、来たんだね、来たんだ。来たりや。よし、ナイス。ねえ、素晴らしい。あと1匹だって。いけ、それも死んでるよ。よく来たね。何？討伐完了だ。すごいぞ、マナ弟子。いやー、マナ弟子。よー、見事な狩りだったよ。これでクエストは終了だよ。やば。何か食い物。シャー、寝ろ。それ上級者向けって書いてある。なに、ママこれさ、教えてくれるの。うん、教えてくれる。行ってみたら、ポン、寝たきね、ポンって言った。おー、弓とか、かっこいい。最初からなんか防具がかっこいいんだけど。でも帰れ、いいじゃん。あ、いいよ。はい、うん、なんか怖そうだな。なんか怖そうな。立ちが好きじゃなかった？体験じゃ。出発。お、出発。操流中のモンスターを操って他のモンスターを攻撃したり壁にぶつけてダメージを与えることもできるよ。何？そりゃ、そりゃ、うわー、モンスターを操ることができる。まずモンスターを操流待機状態にする必要があるんだ。何？操れる状態にしないといけないって。少し練習してみるかい？さあやってみよう。来た。あ、誰これ。手にとって不足な足だ。狩りの基本だぞ。誰？あー、これ追跡機能もついてるのかな。うわぁ、リンク嫌だもんね。うわぁ、おい、お前それ使ってみたら、A ボタン拾って。 OK、 リンクちゃうね。うわぁ、 Y ボタンに雲使えんかな。やったな、リンクちゃう。あ、乗れるんだ。乗れるけど、A ボタン。お、あ、すごい。操流開始。移動してみよう。R でいい。これ。おうおうおお。乗ってる乗ってる。見てごらん。
総流タイマーは残り時間いいかで、X で攻撃で、強い攻撃は A ボタン。お見事。次は回避 B ボタン。さあやってみよう。今戦ってる。うん。おーナイス。いいよいいよ。なんか喧嘩してるみたい。ゲージが溜まったら X と A、 これとこれで大技が使える。押せ。何かしてくるぞ。お、なんだ。お、これ。おーおー。うおお。すごいね。素晴らしい。何？つけたやつ、つけた。誰をやつけた？いけー！おい、この野郎！